サッカー少年だったヤブコータはピンバッジに釣られオーディションに参加。伊能圭と同期、オーディションで伊能の歌が下手すぎて驚く。入所すぐにヤーヤーヤーのメンバーに選ばれる。ヤブヒカはジュニアのツートップだった。ジュニア時代から歌がうまく、ジャニーさんから天才と言われていた。ジャンプの最年長だがリーダーではない。ジャニーズトップクラスの美声の持ち主、特に高音がすごい。ミュージカルで主演も務める。高校を卒業して4年後に早稲田大学人間科学部の通信へ入学。在学期間ギリギリの8年で卒業。ジャニーズきってのサッカー好き。サッカー文化の卒論を書くためバルセロナまで取材に行った。漫画ワンピースが大好き。週刊少年ジャンプで1週間のメンタルが左右される。スキー場で迷子になり、迷子のアナウンスをされる。おしゃべりで話が長いことから余談のヤブと言われている。